こんにちは、丸山です。僕たちの NPO がですね、2019年の10月から北杜市立高根清里小学校、こちら廃校になりまして、その有効活用ということで、10月1日から10年間借りることになりました。まあ、そんな中でどんなことをやっていくのかっていうのは、僕の自身の頭の中の整理ということもあって、こんな動画を撮っています。今、いくつか考えている中で、ここらから話すのはこの職員室型ブックカフェというのを今考えています。まあ、小学校ですのでね、職員室当然あります。校長室もあります。今実は校長室が、僕たちのミーティングルームになってますけども、まあ、この職員室を使って、なんかできないかなということを考えています。で、その一つはやっぱり一番テーマとして持ってたのが、まあ、みんなが、ね、気楽に集まれるところっていう意味で、まあ、ブックカフェのようなものがあったらいいかなっていうのを最初思ってたんです。まあね、いわゆる本がたくさんある。で、本がいっぱいあるカフェ、いいですよね。まあ、今正直なところ、まあ、出版業界不況だとか言われています。で、さらに言うと、無料で貸し出しているはずの図書館も利用が減っているという現状が実はあります。ただなんですよ。無料で本が借りられるのに、利用が減っているという現状があります。で、まあ、いわゆる活字離れと言われているもの、あるいは読書離れと言われている言葉があるんですが、まあ、もう一方でね、こういうスマホとか出てきている中で、活字は多分読んでるんだろう。活字というのは文字は読んでるんですよ。テキスト、要するに文章の消費は増えているんだけど、実際それが、まあ、ネットのブログ記事だったりとか、ニュース記事だったりとか、あるいは、文字じゃなくて動画とかね、そういう YouTube とか、Netflix とか、Amazon プライムビデオとか、まあ、いろいろ始まりますよね。そんなのがあると。で、気がつけばそんな動画を見ていて、一日過ごしてしまうなんてこともあるかと思います。でも人間どこか心の中でその読書に対する憧れということは正しくないんですけども、何かこうあるんですよ。気持ちとして本読みたいという気持ちは多分あるんです。なんだけど時間がどうしてもスマホで撮られちゃう、ビデオ見て、ね、動画見て、映画見て撮られちゃうっていうのがあって、なかなか本を読むという、時間が取れないっていうのが現状あるのかなと。ただ本がある場所には人が集まるんですよ。不思議ですよね。本のある場所に人が集まる。この現象はね、今実は起きていて、例えばブックカフェ、まあ、都内のねブックカフェがあるんですけど、もっと遡って言うと、いわゆる漫画喫茶。ですよね。漫画喫茶、今まず人が集まりました。それから、まあ、いわゆるネットカフェですよ。ネットカフェも、ただネットがあるだけじゃなくて、本もあります。で、ブックカフェが当然出てきて、で、さらに今は、ブックホテルと言ったらいいのかな。本がいっぱいあるホテルとか、ゲストハウスとか、そういったところに人が集まっていて、今僕は山中湖にいますけども、近くのね、箱根あたりに行くと、箱根本箱っていう、ちょっと、ハイレベルな、ハイクオリティな、ホテルなんですけど、やっぱりそこは本がいっぱいある場所なんですね。なのでこういう一つのルールというか、なんか出来事が起きて、なので、清里小学校の廃校の利用として、まあ、職員室を、ね、使って、そういったブックカフェができないかなって実は思っています。ただここに来てちょっとここに書いたんですけど、ブックカフェじゃなくってもう一つね、このコワーキングスペース、ブックカフェというだけではなくて、コワーキングスペースとして使えるような場所にしたらどうかというアイデアが今すごく強く出てきています。というのも、まあ、このブックカフェそのものも実は、Wi-Fi とか電源提供できるとか、それからプリントアウトができますよとか、まあ、いわゆるプリンター複合機なので、まあ、スキャニングができたりとかね、そういったことはあるんですけど、だったら一緒のことこういう仕事ができるワークスペースということで、コワーキングスペースということで考えたらどうかという今アイデアが出てきてまして、実はこれがすごく今塗り替えるわけじゃないんですけどね、職員室型ブックカフェなんだけども実はコワーキングスペースだよっていう感じになりそうな感じがあります。
で、いわゆる、まあ、例えば Wi-Fi と電源がある場所っていうのは、例えば有名なところで言うとスターバックス、ね、コーヒー屋さんとか、それからあと、ね、レストラン、ファミリーレストランでも電源とか Wi-Fi があるところとか増えてきました。ただそこでもちろんテレワークということではできるんですけど、じゃあなぜこのコーワーキングスペースっていう言い方をするかっていうと、実はそこにね、集いってくる人、ちょっと人の格好が書いてますけど、基本的には一人一人が独立してたりとか、あるいはすごいスモール、なんだ、ちっちゃい会社だったりとか、があります。で、基本的には独立してるんですよ。で、自分の仕事やってる。でも、時々、例えば大きな仕事が舞い込んでくる。あるいはその、こんな仕事があるんだけどっていうテーマが出てくる。で、そういう時に、じゃあ、できる人とか一緒に参加してくれる人みたいな、いわゆるなんていうの、競争っていう言い方をするらしいんですよね。まあ、そんな場所になっていくんですよ。で、またそのプロジェクトがあれば、また解散してそれぞれの仕事をやりながらっていうのがあるし、またそのここにちょっと大きいプロジェクトとかね、そのプロジェクトマネージャーになる人とか、個々の人はそれぞれイラストレーターであったりとか、ウェブデザイナーだったりとか、あるいはお金のことに関して強い人とか、法律のことに関して強い人みたいな感じで、まあいたりとかします。そういう人たちがこのコワーキングスペースの中で、なんとなくそこだ、人個人で仕事してるんだけど、必要によってファッとこうプロジェクトチームが出てくる、タスクフォースができるみたいな、そんな場所がコワーキングスペースってことで言われてます。いわゆるただのテレワークの場所を提供するだけじゃない。なので、まあ、そこでこう私こういうことできますとか、あるいは 今こんな仕事があって、こんな人募集、こんなスキルのある人募集してますとか、まあ、そういうことがこのコワーキングスペースの中で起こって、でその課題というか仕事をやっていくっていう感じのことができるんじゃないかなと今思っています。ただ一つ欠点があるのは、これ都市部じゃないんですよ。都会の真ん中じゃない。少なくとも、山梨県でいうと人口が多い県庁所在地の街中ではない。で、まあ、ね、ちょっと、まあ、自然が豊かな地方ですよ。なんで、まあ、地方都市というかな、あの場所です。まあ、そういったところで果たしてコワーキングスペースが成立するのかどうかっていうのが、僕の中ではちょっと大きな疑問としてはあるんです、正直なところ。ただ逆にね、その観光でもちろん清里に行くっていうのはある、ね、最近はもちろん観光客少なくなったとは言っても、でも逆にそういう場所、環境のいい場所で仕事をしたいとか、そういう環境があるんだったら、都会離れて仕事をしたいっていうニーズがどっかにあるのかなって今実は思っています。まだあの、なんていうのかな、仮説の段階です。なのでこう自然があって、でしかも本がたくさんあって、でテレワークする環境が整っていて、でいろんなスキルを持った人たちがなんとなくそこに集っている場所、スペースがあって、あるいはコミュニティがあってという言い方もいいかもしれない。そういったところにこう自分の身を置いて、そのできる仕事をやってみるっていうことが起こるかなと今実は思っています。なのでいわゆる観光地ではあるんだけども、そこからテレワークというか競争というか、もしかしたら何かのイノベーション、まあ、今流行りの言葉ですけどね、そんなイノベーションみたいなものが起きるかなっていうイメージを持ってます。で、まあ、なんとなく今思ってるのは、従来コワーキングスペースに集まってる人たちっていうのはどっちかっていうと、もうすでにテレワークとか IT 関係の仕事が多いですよね。ところが今いろんな仕事がネットを使ったりとか AI を使ったりはするので、必ずしも IT 関係の仕事だけじゃない。そんな風にして人が集う場所っていうことで作っていたらいいなというのが、この職員室型ブックカフェでございます。一体何ができるのかなということで、こんなことを考えています。